そういうこうね難しさをね軽々克服していくわけよね。まあ、その自分がこう好きなこととかも大体まあ思い込んでやってるんだけど、あの人たちはそのねエネルギーっていうのを見るとこれは応援してあげないとなと思いますよね。うん、なかなかねあの好きなことやっていいねって思われるかもしれないけど、あのすごく大変なことだと思うんですよ。それは彼らはねやっぱりあの、まあ、小さな体だけどこう その、ね、それまでの経験とか、まあ、人生かけてやっているからね。好きなことばっかりやってると、うん、学校ではちょっと浮いてしまったりとか、うん、するんですよね。そうですね。その子たちにちょっとメッセージをもらえますでしょうか。うん、例えば僕やってる音楽っていうのは初めにどうやって弾きたいか、どういう音楽がやりたいかっていうのを絶対最初に考えるんですよ。何がしたいで、それからじゃあそのためにはどんな、ね、どんなテクニックが必要なのかっていうのを練習したりこう学んでいくわけで勉強するんですけれども、大体ね今逆さまになっちゃうことが多いですよね。まず勉強しなさいと、まずテクニックつけなさい、はい、それができたらじゃあどうぞ好きなことやってください。こっちが一番難しい。これで好奇心ある子供ってね、まあ、さっきも言ったけどとても力強くそういうのを自分で切り開いていくわけじゃないですか。まずそれがあってでその後で必要だったら学校に行けばいいし、必要な勉強したらいいし、まあ、もし基礎学習が足りないとしたらそれからやったって別に全く遅くないと思いますしね。やっぱりこう小さなこう偶然、例えばまあ今ね桜咲いてて、こう時折こう風が来ますけど、そういうこう自然の力というかな、うん、その自分がその自然とつながっているんだなっていうそういうこう思いをこう教えてくれた、まあ、僕の先生だと言いましてね、その人からはその、まあ、偶然というか、全部はこう、まあ、こう定められているというか、ね、ちょっとスペシャルになっちゃいますけど、こう世界にいっぱい奇跡が散らばっていて人間ってのはそれに気づいてないだけだっていうことを、ね、教えてくれた、まあ、それに気づくためにこう心を開けな、そのために音楽があるんだよっていうね、教えていただいたんですけれども、まあ、あの時はやっぱりそれこそいろんな偶然がありましたけど、それはね彼らの心がすごく純粋に開いてたからだと思うんですよね。それぞれが持ってきたそういうのはカバッと一緒になるとああいうことになるでしょうね。面白い体験でしたね、はい、こういう社会にならないと、うん、今そのまあ教育のこともそうですけど、やっぱりそのまあ最初に技術ありき勉強ありきっていうその順番が逆さまっていうのはどんな社会を作るかっていうとやっぱりとてもなんていうかな無機質っていうかね、ハートが後でいいかなっていう、まさにその状態が社会に現れてると思うんですけれども、まあこう社会がね上手なシステムを回すためにとかそういうことでのために人間って存在してるわけじゃないと思うので、うんうん、ありがとうございます。旅の中で会った子供たちで何かこう思い出に残っているエピソードみたいな、ああいやいっぱいいっぱいいっぱい、うん、それとその偶然出会った時も、はい、そうだなあなんていうかな、あの旅で昆布森って言ったじゃないですか、すっごい寒かったですよね、知床の方ですよね。で昆布を探しに行ったら全然見当たらなかったんだけど、それでもうみんなでとぼとぼ帰って、もうこれ寒すぎる、これはどっかで暖を取らせてもらおうって言って全然知らないうちに行って、ちょっとまあ僕ねバイオリン持ってたんでちょっと1曲弾くんでちょっと温まらせてくださいって、電車まで2時間ぐらいあったんですよね確かね、単線のすごいところで、その間だけ家に
あげてもらえないかっていうふうにしたら、なんかね、缶コーヒーとお家で自家製のお餅みたいなのをね、いただいて、いや美味しかったというか、なんかこう身に染みましたよね。あの時ってやっぱ子供たちに泣いちゃうよね、ああいうの食べるとね。すごく美味しかったと思いますよ、あれは。ああいうやっぱり自分たちの足で歩いて自然の厳しさを感じて、人の温かさを感じて食べてね、いやそういうあの経験はね、もう何事にも、もう日本に、日本じゃない、人間の一番原点のとこですよね。うん、それをあの時に感じたっていうのは、彼にとってはすごく良かっただろうなと思いますね。あれに凝縮されてるかな、なんとなく。ロケットがやってることの意味ってのは、やっぱりその人間のね、その本質とか根本を見直す、そのためにはやっぱり教育をしなくてはいけないっていうことだと思うんですけども、残念ながらね、こう社会っていうのはもう逃れられない大きいシステムがあって、そう簡単にそういうものにこうお金が割けないわけですよね。で、これはもう非常に残念なことではあるんだけれども、少なくともね、僕が話す人個人っていうのはね、ほとんど 100% これ共感してくれるんですよね。そうそうそう。で、これからはね、やっぱそういうシステムに、社会っていうのはね、みんなで守っていかなくてはいけないけど、それによってその個人がなくなるっていうのは絶対間違ってると思うんですよ。そういう個人的な気持ちとか意見を反映できる場っていうのが増えていったらいいと思うんですよね。で、そういうためにもこの基金っていうのは一つそういう個人のアイデンティティの表出にもなると思うんですよ。で、僕らがこうもちろん 大切に使わせていただきますけれども、そうすることで一緒にね、こう仲間になって新しいこう社会の形っていうのをね、作れるんじゃないかと思ってます。なんて偉そうなことを言っちゃいますけど、でもこれは非常に僕らは少なくとも大変意義のあることだと思ってやっているので、頑張っていきますよ。ありがとうございます。今日は貴重な時間、ありがとうございました。